女川原子力発電所の再稼働を進める政府方針への理解要請につきまして了解することといたしましたので、東北電力への事前協議と経済産業大臣からの理解確保の要請への回答にあたり、3者で話し合いをするためお集まりいただきました。誠にありがとうございます。先ほど須田女川町長と亀山石巻市長と3者で協議を行い、平成25年12月に東北電力株式会社から受けた女川原子力発電所2号機の原子炉施設の変更に係る事前協議および令和2年3月2日に経済産業大臣から受けた女川原子力発電所の再稼働を進める政府方針への理解要請につきまして了解することといたしましたので、3社を代表してご報告申し上げます。50年100年150年という長いスパンで考えた場合、果たして原油や天然ガス、こういったような有限である資源がいつまでも日本に届くのかということで非常に不安に思います。今のことではなくて、やはり我々は100年200年先のことを考えなければならないと思います。また地球規模で大きな自然災害が起こって、日の光が何日間も差し込まなくなるようなことが起こるかもしれません。そうした時にもですね、どういう時にもどういう状態であったとしても再生可能エネルギーでこの日本のエネルギーが全て賄えると、そういう技術に達するまではですね、私は原発は必要だというふうに思います。そして技術力が高まって再生可能エネルギーの力が高まって、石油由来のですね、原油由来のエネルギーに頼らないで、エネルギーが賄えると、そうなった段階で少しずつ原発の依存度を少なくしていく、これが私は長い目で見た危機管理を考えた上での私はリスク分散だというふうに思います。3月2日に経済産業大臣から私、宮城県知事に対し文書による要請がなされたと。